こんにちは、つしおこです。マリオンドルイージ RPG ペーパーマリオミックス続きやっていきましょう。さあ前回ですね、カブタ森林の方を探索し終わったんですけども、ここにハテナブロックあるとタイムスタンプとともに教えてもらいました。ありがとうございます。いやー全然気づかなかったわ。この奥にありましたね、ウルトラナッツフォー。ということで結果見つからなかったのがブロックかな。ブロックが一つ見つかりませんね残念。他は見つけることできました。じゃあちょっと次砂漠の方行ってみましょうか。アイテム床も一つないと。アイテム床も一つ見つけてない。でくぼみがめちゃくちゃあるね。くぼみ40あるから41で、ブロックも20ぐらいあると。だから結構お残しがある。特にくぼみがいっぱいあるからじっくり見ていこう。お、まずはコインブロック発見、嬉しいね、こういうの嬉しいよ。さすがに裏返すやつはないと思うから、あの反転にないと思うから、そこはあんま気にせずいきましょう。お何回もやんなくてもいいやつかな。おお、キノコ。これ前なんか何回もやるのを見つけるのすごいって言ってくれましたよね。どこまであるんだろう。あ、もうドンドンって言わないからなしと。ここもブロック扱いになるのかな。どうなんだろう。お、ブロックあった。結構ブロックお残しありますね。これじっくり見ないとダメだな。あ、ありました、豆マーメたちが。楽しい、このこれ見つけた時がね、アハが楽しいね。いいぞ。あ、あったもんねあったあった、よし、ハートブラザー豆。上の方結構わーわーわー。上もしっかり見ていこう。上も全部もう見たね。ここはね、ここはまあ OK でしょう。 OK。 一応この端っこの方も対象だと思うので。お、あったー、ほい。全然ペーパーのやつがいないな。あ、ここにありました。あ、しかもここ、ここはドゥーン。もうここもやってないなキノコ今となっちゃあんまりいらないけど。ズンズンナッツ、3回まであるのかな。コーラグラブ、これで終わりでしょう。3回だね。よし、またドリルで。よしよし、豆マーメたちをゲットする。ここら辺ペーパー、あー、またあった。ペーパーの敵があまりいないな。おお、あれありますね楽しいですね、あると。ちょっと端っこから見ていきましょうか。端っこから全体を見ると、ほら、あった。 あそこもあるんじゃない、これ全体が見えるようになってるね。いいね、よし、あいよールイージー。あ、連続のやつね。ルイージー、マリオン、ガードウェア。今更あってもだけど。でここで切り替わりな。 OK。 何これ、こんなんあったっけ久しぶり。あ、間違えた。はいはいはい。はで、ここにもあると。あるね。
こんだけ大量だと嬉しいが。おお、あるあるある。これ全然取ってないじゃん。後で地獄を見るっていうね。後から大変になってくるんですよ、こういうの。ん？ここにもあるね。おへそ。おへそがありました。ディフェンス豆。何これ？ん？ミス、溝を渡るときはみんなの息を合わせて、一緒にジャンプだな。でもそんなことはせずに真ん中の方を見ていきましょう。真ん中の方も一応ちゃんと全体的に見ないとな。あったありました。ここはねそんな難しくなかったわ。イエイ。スーパーシロップが5個。そしてここにハテナブロックまであったぜ。やったー。これでもう必要ないよね。よいしょ。一応不思議な床は全部できました。本当はねこれ裏返したらなんかいろいろありそうだが、ここはまあいいでしょう。あ、でこれは上行かないとダメなんだ。裏技でやっちゃうもんね、こっちに。あ、こっちにもまだ。おい。あ、おへそまである。おへそまでありました。やったね。こっちにもあって、マジでめちゃめちゃ残して、お残ししまくってましたね。ここら辺の僕は急いでたんでしょうか。さあどうだ、どんぐらい減った。ブロックがあと11。アイテム床は全部いけました。くぼみはまだまだあるね、ほんと。すげえある。あ、こんなとこにもくぼみ床。危ない。本当にめっちゃ落ちてる。玉の跡がありました。くぼみないか。一応ぐるっと回るけど、もう取ってるね、さすがにね。うん、ここはなし。 OK。じゃあ一回地下見ますか。地下にも多分ねくぼみ床あると思うんだ。お、トゲのペーパーがいるよ。キラ来るか。お、いたね。行くぜ。じゃあ間違えた、くそ。間違えたけど行けたわ。どう？あ、なるほど、アミーボカード。ああ、ここありましたね。豆マーメたち、イエーイ。お、ここにもあった、イエーイ。じゃんじゃんじゃん。豆もいっぱい食べれるぞこれ。こっちもお豆ありました。本当にばらまいてあるね。ありました、こんなところに4つも並んで。イエーイ、おいしい。さあくぼみがないか。あ、あるね。こんなとこにもあります、くぼみはあります。ほら、やった、4つもあった。わー、こっちにもいっぱいいっぱい。えい、よし、ここで8個手に入れたよ。相当きたんじゃないこれ。あ、くぼみ残り3個まで。残り3個になりましたね。手はバッテン、くぼみはなしかな。じゃあ上上がりますか。それでここに出てくれた。一応この中も見とくべきか。あった。あった、ブロックありました。あ、こっちにもブロックあるわ。ゴーストクッキーはいっぱいだ。ねえねえ、ゴーストクッキーいっぱいだとこれなの。ちょ待ってよ、ゴーストクッキーじゃあ捨てたい。ゴーストクッキー捨てたい。ちょっとゴーストクッキー捨てれないじゃん、最悪。
売ればいいかまさかあのゴーストクッキー大量買いがこんなとこで裏目に出るなんて。5個ぐらいちょっと売っときます。満タンだとああなるんだ。はい、ゴーストクッキー、あ、いや、かける4だったんだこれ。4つもあったんか。さあこっち確かにそんなにやっと覚えがないから、お、こいつ紙だね。キラキラを求めて、あー、キラキラいない、キラキラいなかったら逃げます。お、こんなところにありました。ブロックあるな、まだまだ。この上に何が、おお、あったよあったわ、ミラクルキャンディー、それだけなんてことはないな。お、ここ取ってない、ここだね、ブロックが全然取れてないの。これも、これ何かありますか。これ取れない場所だよね、普通だったら。イエーイあるー、パワーキノコソース、何それ。ん、これもここから上がっていけるんです。おお、あったあったあった、あ、待って、ここじゃない、全部じゃないこれで。やったねー、床は全部できましたな、これで。ここの床は全制覇したんじゃない。あとブロックだけでしょ多分。ブロックが残り4、くぼみ完全制覇ですいいねー、くぼみ制覇したわ。ブロック4個どこだろうね。あとここら辺なかったらちょっともうわからんぞ。これ全制覇すんのはさすがむずいね。特にブロックが数が多くて、ここら辺も取ってるもんな、ちゃんと。お、来た、キラキラーン、はい、よっと、オッケー。おお、バトル収録を得られるコインが 1.5 倍、新しいのが来ましたな。お、さらにもう一人来た、今度こそぶん投げ鉄球でやるぞ。おーらよ、よし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 、この場で一番残り HP が多いキャラクターに150ダメージ、これも悪くないね。まずはこっちの上側見るか。いや、普通にブロック的にはもう、うーん、取ってるね、さすがに取ってるよな。こいこい、キラー、よし、新たに3枚バトルカード引き、いいね。そういえば逃げるで復活するからずっとゲットでき続けるって言ってたないいね、こいこいキラーでこのやり方いいっすね。はい、来たー、ここ取りやすくない、こいこいキラーで。このあのサンボが一発でやられないんですよね、だからドゥーンでここをやる、ほら必ず手に入る。これ攻略法ですね、これは。ディフェンスを最大 30% 下げる、これいいなこれめっちゃいいかも、このやり方めっちゃいいかもよ。おーい、はい、また来たー、いっどーん、でかすぎるー、クッパとクッパジュニアのレベル5下げ、いいねところで最後のクッパはレベル5なんですかね、レベル5の倍率なんですかね。
これところで、あれなのかな、カード全部取り切ったらアミーボカードに変わるのかな。今回じゃあそれをやって終わりますか、この検証。おいしょー、完璧。どうです、全体60ダメージ。なんかありそうだけどないのかな、持ってなかったのかな、全体60ダメージのカード。ほい、攻撃でモンスター倒すとコイン2倍。いいね、これも体力が高まってる、体力というかパワーが高まってたら非常にいいですよね、倒せるって分かってたら。コマンド選択中のキャラクターは一定時間ダメージを受けると HP が回復する。そんなんもあんの、これはちょっと売ってるやつで見たことないな。ペーパーマリオのコピー枚数最大、これはもう必要ないんですよね僕ね、もうターンで全回復できるようにしちゃったんで。さあこっちはどうかな、攻撃を受けなければスターポイント 1.5倍。おお、クッパ7人種のレベル5下げ。これクッパ7人種最ラストの敵はクッパ7人種5なのかな、5の倍率なのかな、どうやったら分かるんだろう。あれめっちゃいいスポットじゃないこれ。パワー下げ、相手のパワー下げだね。ダメージか受けた回数に応じてスターポイントため、首だけ残るのがいつもシュールだな。え出なくなったということは、多分キラカード全部ゲットしました僕。よかったんだけどな、アミーボカードもねやりたいんで僕。あ出るな、えさっき出なかったよねアミーボカード、え普通に出るやん。え出たり出なかったりするの、え、はい、ねやられたら復活するまで結構大変なんで。おお、キラ普通に出るじゃん。クリボーを倒す。普通に出るやん、キラキラマニア来た。キラキラマニアが出るということはどういうことなんだろう、とうとう集めたってこと、キラキラカードがめちゃめちゃあるってことだよね。要はもうやりすぎてあれがなかったわ。あ豪速機になった。豪速機になった。出てくんの豪速機になったぞ。さすがにもうないでしょこれね、多分そういうことなんだと思う。はい、ということであそこをね、かなりいいポイントでございました。よっしゃ、ブロックがやっぱ難しいね、ブロックをコンプさせるのはマジで至難の技だわ。はい、ということで次のところ来ちゃいましたんで、次回からまたね次のエリアを綺麗にねコレクションさせていきましょう。ブロックとアイテム床が2つあるんだねここはね、でくぼみがあと15個あって、でブロックが7個あんのかな、8個あんのか、ブロックが8個ね、見つけることできるんでしょうか。はい、ということで今回はですね、キラキラ永遠とねキラキラを出してずっとキラキラを倒し続けるみたいないい場所、サンボがいるからね、すごく簡単だったいい場所がを発見できたのでよかったです。ということでよかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。